アイテム番号 SCP-497-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-497-JP は生物収容サイト866に収容されます。SCP-497-JP の卵、および幼虫は 497A ユニットに、成虫は 497B ユニットで飼育してください。特にオスの成虫は 497B 防音ユニットで飼育してください。497B 防音ユニットへの立ち入りは男性職員のみに制限します。SCP-497-JP の飼育方法は、アブラゼミの飼育方法に準じます。プロトコル、根絶、は、現在その実行を保有されています。説明 SCP-497-JP は、その鳴き声にサイン効果を持つオスのゼミです。外見からの判断、および遺伝子解析の結果、アブラゼミと見られます。このセミが発する鳴き声に被爆した存在が以下の3条件すべてに抵触する場合、その存在はサイン効果を受けます。生物学的、また精神的に女性の人である。第二次成長を終えており、また閉経していない。このセミの鳴き声を、セミの鳴き声である、と正しく認識している。このセミ1匹の鳴き声から発せられるサイン効果は微弱なものです。ただし、2匹以上の鳴き声を同時に聞いた場合、その効果は累積し、精神作用を発揮します。おおむね1例引き以上、俗に、セミしぐれ、と呼ばれる状態の鳴き声を聞いた場合は、編集済み、となります。現在までに、女性が異常セミの鳴き声に影響されている最中に性行為を行うと、1の確率で妊娠することが分かっています。母子ともに医学的、遺伝子的に異常は検出されませんでした。しかし、通常の妊娠期間、約1例ヶ月間、が過ぎても陣痛が来ず、胎児は成長を続けますよん。これまでに帝王切開によって取り出された胎児は、健康に何ら異常がない場合でも24時間以内に突然死しました。博士は、その妊娠期間は6年に及ぶのではないか、との説を唱えています。2015年7月4日に発生したインシデント 497P により、この異常セミがオスのみによる単性生殖が可能であることが判明しました。詳しくはインシデント 497P の記録を参照してください。インシデント記録497を24年8月2日、東京都内の公園の一角において、複数の女性が突然狂乱して男性を襲撃、強引に性行為を行ったため、周辺が騒然となりました。直ちに警察が出動しましたが、それによって現場周辺にヤジ馬が集まり、その中にいた女性たちも男性への襲撃を始めたため、大きな混乱状態となりました。詳細については以下を参照してください。警察内の協力者よりこの件を伝えられた財団は異常性を認識し、複数のエージェントによる初期収容を開始しました。現地に到着した女性エージェント。はすぐにセミの鳴き声に対し異常性を認識したため、セミを追い払う形で騒乱状態を収めました。男性を襲撃していた女性たち、計2名、12名、は高速の5歳と、81、に連行、収容されました。現場にいたその他の人員については簡易な尋問の後、記憶消去処理が施され解放されました。エージェント。および収容された女性の証言により、混乱の原因はセミの鳴き声であると財団は考えました。直ちにカバーストーリー、デング熱、オルフ死。公園一帯を封鎖した後、異常性を持つセミをすべて、総計52匹、確保しました。その後、異常セミは生物収容サイト、8166に収容されました。インシデント記録 497P25 年7月4日、財団エージェントの潜入する病院に、ペニスがセミ入荷した、として来院した男性がいました。以下、ウカ1号被験者、と呼称します。財団データベースとの照合により、ウカ1号被験者、はインシデント497、王子に女性と性交していたことが判明し、治療情勢が疑われたため即座に財団に確保されました。インタビュアー、研究員、インタビューウカ1号被験者。記録開始、2015年7月4日。研究員それではお話を聞かせていただけますか?ウカ1号被験者いいよ。研究員、ペニスがセミ入荷した、とのことでしたが。ウカ1号被験者ああ、さっき自分の目で見ただろ?研究員ええ、綺麗になくなってましたね、ペニス。
部下の状況について、詳しくお聞かせください。部下1号被験者勃起だよ。研究員勃起。部下1号被験者昨日の夕方ぐらいかな、会社で仕事してたら急に勃起が止まんなくてさ。研究員勃起が止まらない。部下1号被験者それも普通じゃなくて、硬くはなるけど、大きくはならなくてさ。研究員それで？部下1号被験者もう、気持ち悪くて気持ち悪くて、定時で上がって、すぐに家に帰ったんだよ。研究員気持ちが悪いというのは、肉体的なものですか、精神的な？部下1号被験者、君が悪いってこと。いや、なんか不安というか、体調は悪くなかったよ。どこも痛くはなかったし。研究員わかりました。いえ、に帰ってどうされました？部下1号被験者帰ってすぐにパンツを下ろして、まあ、物を見たわけだよ。そりゃ見るよな。研究員はい。部下1号被験者そしたら、急に不安感が消えたんだ。で、次の瞬間、パリッと。研究員パリッと？部下1号被験者物に、縦にヒビが入った。研究員ヒビが、痛くなかったですか？部下1号被験者痛いよ、痛いに決まってるだろ。あそこにヒビだぞ。研究員ですよね。部下1号被験者まあ、でも、自分でも不思議だが、それでもあの時吐いた差よりも安心した方が勝ったな。研究員安心。部下1号被験者、自分でも何に安心したかよくわからんが、とにかく安心した。研究員ふむ。部下1号被験者で、そのひび割れから、あれはなんて言ったらいいのかな、白っぽい緑というか、緑っぽい白というか、綺麗な色をしたセミが出てきたんだよ。研究員それは、まさしく羽化ですね。血は出なかったんでしたね。部下1号被験者そうだ。病院でもそう言ったろ？研究員ええ。それで、その後どうされました？部下1号被験者じっとしてたよ。羽が伸びて体が乾くまで。何時間ぐらいだったかな？もう夜も明けてたか。研究員そうなると10時間近いですね。部下1号被験者それぐらいになるか。色、もう、よく見るセミの色になってたよ。研究員掴んで捨てようとかは思いませんでした？部下1号被験者なんでそんな残酷なことを、考えもしなかったよ。ずっと見守ってたかったぐらいだ。研究員その後は？部下1号被験者飛んだね。研究員セミが？部下1号被験者セミが、パパパッと羽が動いたかと思うとすっと飛んで、俺はもう慌てて窓を開けて。研究員逃がしたんですか？部下1号被験者当たり前じゃないか。部屋で飼ってたらすぐ死んじゃうよ。研究員まあ、そうですね。部下1号被験者いやー、あんたにも見せたかった。一直線に飛んでいく俺のセミ。あんなに美しいものを見たのは生まれて初めてだよ。研究員の話を聞いていると、不気味に思われても仕方のない体験をされたと思うのですが、そうは思いませんか？部下1号被験者いや、全然。研究員ふむ。部下1号被験者なあ、また会えるかな？研究員私にですか？部下1号被験者違うよ、俺のセミにだよ。研究員ああ、どうでしょうね。部下1号被験者俺には神さんも子供もいないが、どうも、あれ以来、あのセミは自分の息子のように思えてならないんだ。研究員は、部下1号被験者あいつ、幸せに暮らしてるといいんだがなぁ。研究員インタビューはこれで終わります。部下1号被験者あところで、研究員まだ何か？部下1号被験者股から綺麗に取れた抜け殻がうちにあるんだけど、いるか？研究員いりません。いえ、貴重な資料ですね。ありがたくいただきます。記録終了。部下1号被験者には記憶処理を施し、カバーストーリー、性病を適用した後で解放しました。このインタビューを受けて、インシデント497、王子に女性と性交した残りの17人の男性が席を確保されました。
調査の結果、そのうち6人のペニスガスで乳化していました。これらを狼号7号被験者と指定します。彼らに狼1号被験者と同じくインタビューを行いました。その内容は狼1号被験者とほとんど変わらず、不安感を伴う拡大しない勃起、安心感を伴う日々投下、セミに対する親しみの感情、が見られました。その後、狼1号被験者と同じく記憶処理とカバーストーリー、性病、を適用し、解放しました。残りの11人の男性のペニスを調べたところ、そのすべての海綿体組織が人由来のものではなく、正体不明の偽海綿体用生物となっていることが判明しました。その後、不安感を伴う拡大しない勃起が発症したところで X 線にて調査したところ、偽海綿体用生物がセミへと急速に変態していることが判明しました。その後入化した1匹すべてののセミが、インシデント497、王子のセミと同じ異常性を持っているオスのセミであることが確認されました。男性たちを狼8号18号被験者と指定し、その後、記憶処理とカバーストーリー、性病、を適用し、解放しました。ホイ1異常セミの生活感について。実験と観察の結果、異常セミの生活話の一部が判明しました。異常セミは、その鳴き声によって性的衝動を人女性に引き起こし、人男性と性交するよう操る。この人女性と性交することによって、人男性のペニス内の海綿体が偽海綿体用生物へ置換される。偽海綿体用生物は宿主人男性の血液を摂取することで生育する。約1年後、偽海綿体用生物は急速に成虫化し、ペニスを割って羽化する。位置へ戻る。ホイ2異常セミの遺伝子の多様性について。一匹のみの異常セミの鳴き声を聞いた人女性との性交により生まれた異常セミは、元の異常セミと全く同じ染色体構造を持っており、複数匹の異常セミの鳴き声を聞いた人女性との性交により生まれた異常セミは、それらのセミの染色体が混ざり合った構造をしていました。よって、異常セミは人を利用することで、オスのみでの繁殖が可能となります。また、遺伝子的には全く正常なアブラゼミと違いがないため、正常なメスのアブラゼミとの交配、繁殖も可能です。ホイ 3SCP-497JP 研究主任、博士からの提言。前略、このような治療上的生活感を可能とした要因は不明です。ただし、推測は可能です。地面のコンクリート化が進み、緑が失われる都市環境は、セミの幼虫にとっては大変生きにくい環境です。そこで減り続ける地面の代替として、この環境でも増え続ける人を選んだと考えられます。その上、人の体内で生育することで、通常ならば幼虫時代の天敵であるモグラやアリなどに襲われることなく、また栄養豊富な血液を餌とすることで、通常よりも大幅に速い生育速度を得られ、さらには音波を利用することによって1対多の交尾を擬似的に再現でき、人が移動することによってセミ単独では不可能な遺伝子の超長距離移動が可能であるなど、その繁殖戦略は通常のアブラゼミと比べて圧倒的に高効率です。このまま放っておけば、通常のアブラゼミは駆逐され、すべてのオスアブラゼミが異常セミとなるでしょう。また、そのような状況になった際は、人類の生殖においても多大な影響を受けることは必至です。今、ならばまだ間に合います。なるべく早い時点での、関東圏におけるアブラゼミの根絶を提案いたします。提案については保有治癒です。アブラゼミを絶滅させることは、新たな生態系の異常を生み、それに伴ってさらなる異常種が発生する恐れがあると考えます。それに、なんだかかわいそうですしね。もう少し穏便な方法を探ることを指示します。生物収容サイト、8166サイトなが、